さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。平成を駆け抜けたパフュームも、今日で平成ラストのパフュームロックスとなる。先週4度目のワールドツアーを終えまして、そして世界最大級の野外フェスコーチュラ出演を終えましたパフューム。いや本当お疲れ様でした。さあ今夜は日本に帰ってきた3人が1ヶ月間に及んだアメリカのツアーを振り返っていきます。パフュームロックス。Perfume Lux starring Perfume. たくさんの生徒からの依頼、北米イツアーの感想を研究せよ。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。ということで Perfume ワールドツアーフォースフューチャーポップ北米のツアーを終えまして1ヶ月ぶりに日本に帰ってきました。ただいま研究室久しぶり。久しぶりだ。こないよ。綺麗になった。なんか誰か掃除してくれたのかな。え、すっごい綺麗なんだけど。あ、嬉しいの。気分がいいですわ。ただいま。ただいま。帰ってきましたね。はい、ほんと、おととい、昨日、帰ってきた。帰ってきて。つい最近来て、すぐ研究。すぐよ、ほんとに。さあ、1ヶ月ぶりに、日本ですけども。うん。状況変わってました？桜は花びらさえなかったですね。うん、そうだね。もう散った花びらさえなかったです。え、マジで緑の木になってたから ね。普通に元気な木でした。マジかって。うん、まったよねっていう。そっか、一枚も花びら落ちてないよねってなったよね。ね、あとなんかあれこんなに道幅狭かったっけって。はあ、なんか、うん、入り組んでるってなるね。思った。その車線が狭い。うん、一個ずつが狭いね。うん、アメリカもっとでっかいと思う。バーンってしてるもんね。うん、左折とか右折とか、うん、もう大騒ぎだもんね。あー、行けまーす。もう見えるでした、でした。大騒ぎ、大騒ぎだったけど。あと元号の発表あっちで見たね。見ました。ニューヨークで夜にね。うん、そう、レストランでなんか生中継見ながら、うん、出た、出た、なんて読むの。どうしましょう。何これ、何は何令和だって。令和なんかかっこいいじゃん。え、令和、令和、令和絶対大騒ぎ日本人。うん、うん、こうしたらもう平成終わるんじゃね。ねえ、もう終わるよ。もう終わるんじゃね。あっという間。うん、いやちょっと3人ともペット飼ってますから。うん、リオンはもう大騒ぎでした。玄関開いた瞬間から訴えが溢れ出て溢れ出て、体が追いついてなくて。待って、大丈夫大丈夫、落ち着いて落ち着いて、ここにいるここにいる、落ち着いて。へえ、大好きだもんね、ガシュータのことね。うん、もうべったりでした。なんかこうやって仕事に出かける時も、あ、この人また僕のこと置いてどっか行くんだ。いつ帰ってくるつもり。うん、違う違う違う、今日の夜帰ってくるよって言うんでしょ。言う。言って話しに。それ分かんないから。え、ミヤちゃん。ミヤちゃんね、猫はまだ8ヶ月なんだけど、うん、1ヶ月離れてるとやっぱ誰か分かんないくなるかなって思ったの。うんうん。あんまりこう甘えてこない子だったから。うん、だけどバッてドア開けたら遠くで、なんか知ってる人帰ってきたみたいな、うん、知ってるかも、でもあれこの人大丈夫な人だっけ、どうだっけみたいな、すごい疑いの目で匂いを嗅がれたよ。匂いを嗅がれたってもう部外者への発言だよね。そう、でも次の日には思い出してくれた。次の日ちょっとかったね。ベッタベタになってた。警戒心あるしね、リアちゃんね。ポポタン、ワンちゃんすごかったね。ムービー送ってくれたけど、うんうん、そうそう、再会の瞬間を、うん、ホテルに預けてたから迎えに行ったんだけど、うん、
もう信じられんほどのシャ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 プル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 みたいな。でもどうしたらいいかわからんって感じで、私に来るだけじゃなくて下に一回降りてぐる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 。嬉しい、爆上がりしてたね。すごかった、びっくりした。もう1ヶ月でなんかやっぱ性格変わんのかな。あ、ほんと、なんかワンとかもワーンワーンみたいな、歌うみたいな感じで大きくワーンとか言うようになってて、え、人変わった人変わった犬変わった犬変わった。1ヶ月でなんかあったのかな。うん、なんかあったね。やっぱ変化はあったね。さあ、1ヶ月間にわたって北米ツアー、はい、そしてアメリカのフェス、うん、こちらに出演してきたんですけども、はい、仮説研究室を車の中で作りまして、うん、仮説研究室のスマホのマイクというもの簡単なもんだよ、本当に。近未来だね、近未来だねすごい臨場感あったと思います。本当急に回してるところばっかりだったんで、歩きながら急に、撮る、よし今撮ろっかみたいなね、Z やってっけど今いけるっしょっつって、そういうこうなんて言うんだろうな、ライブ感っていうか、言ってることとかは取り留めもなかったりとか、漠然としてるものも多かったかもしれないけど、あれが現場の裏側とか、リアルにやっぱ感想言うとかも他ないしね。そうだったね、なかった、取材はまあたくさん受けましたけど、なんかね、そのままの声を届けるみたいなところはね、他になかったから、日本語でそこで喋るのもここだけだったし、なんかね、ワールドツアー4回目じゃん、向こうのエージェントの人たち、アメリカで Perfume の活動をこう、サポートしてくれるね、してくれる人がいるんだけど、その人たちのおかげでフューチャーポップがちゃんとアメリカでもなんか聞いてもらえてたり伝わってるんだなっていうのを、もうステージに出た瞬間から感じられたのがすごく嬉しかったし、あ、行ってよかったなって思いました。そうだね、やっぱ中田さんの音楽ってかっこいいんだなっていう、ことの成果っていうか、なんかいろんなことが奇跡とか、いろんな人のなんか私たちへの応援してくれてる気持ちとか、いろんなものが重なってできたつながりを感じたよね。英語も頑張ってよかったね。頑張ったね。よかった。はい、さあ、そしてアメリカ最大のフェス、コーチャラ、これはあのコーチャラは、日本では珍しいんですけど、2回出るんですよ、2週全く同じアーティストが同じタイムテーブルで出るんだよね、そうそう、1週目のだから感想をね、ここで言ったんだけども、2週目もこの間あって、ほんでそれがあのストリーミングとして放送されて、まあでもあれの生放送の順番さ、フルでライブやったのはカニエさんとアリアナさんとパフュームだけだから、ね、すごいよね、衝撃的だよね、で、あの映像のラストの鳥パフュームだからね、アリアナの次だよ、すごいよねなんでどうしてわーいアンビリーバブル。1週目終わった後もね、ローリングストーン誌のベスト16に選ばれて ねそれも衝撃的だったよね。いやー、アジア人うちらだけだったよ、なんでどうして入ったんだみたいな。でもあれがすごいことすぎるらしくて、現地の人たちも祭り騒ぎみたいになってて、これはとてもすごいことだねみたいな同じこと何回も言う、そうなんだね、すごいよかったね、ありがたいです。いろんな会社行きながらも、みんななんかすごいよねみたいなことね、みんなでなんか共有し合っててなんて幸せなんだってね、思ったよね。なんか奇跡のような瞬間がいっぱいあったね。あった。なんか自分たちが想像してないところでたくさんの人が見てくれて、なんか日本の技術とか私たちが誇りを持ってやってることをちゃんと同じように評価してくれてるんだっていうのを、周りのそのね、いろんなところから実感するっていうのがすごい多かったね、そうだね、嬉しかった。
さあ、でこの2回目のコーチャラの終わった後にね、うん、あの日本でその YouTube でコーチャラのライブの模様が配信されてたんで、うん、それを見てくれた生徒からも感想の書き込みが届いています、うん、はい、紹介します。東京都22歳男の子、ラジオネームたいくん01。たいくん、こちら出演お疲れ様でした。ありがとう。 YouTube でドキドキしながら見ました。ありがとう。最初ストーリーでスクリーンが倒れた時は正直ドキドキしましたが、3人の諦めない気持ち、絶対にやるんだという気迫、こちらにかける強い思いがパフォーマンスからひしひしと感じられました。ダンスはいつも以上にキレキレでシンクロ率も高く、表情一つ一つも丁寧で繊細で作品のようでした。タイ君、難しい場面だったからこそ、今まで見たどんなパフォーマンスよりも Perfume さんのこれまで積み上げてきたものがすごく現れていたような気がして、何より逆境をアウェーな地でも諦めない姿勢を改めて見ることができてとても感動しました。これからも応援してます。タイ君、なんかチャーポンみたいなこと言われて、ありがとう。熱いね。チャーポンを向いてきてくれて、うん、本当にそのインディーズの頃の3人を見たって言って、もう自分ナインがね、もう活動休止になっちゃったんだけど、うん、そうやって自分のこうグループがそうやって休止になっちゃったけど、自分なんてまだまだ若いし、まだまだできるわって思ったんだって、うん、だからこういう諦めない姿勢とか、まだまだ貪欲にちょっとでも見てもらえるようにって振る舞う姿勢みたいなのに、うんうん、すごい胸を打たれて涙が止まらんかったって言って、はあ、チャーポンみたいなこと言ってこの人すごいね。チャーポンはさ現地で見てたけどさ、そう、身内だから、しかも身内だけど、タイ君は YouTube 越しに見てたんだよ。身内か身内かもしれない嬉しいね。伝わってる、嬉しいね。その気持ちが伝わってるというか、感じるところが一緒っていうのが、ね、うん、そう、これ2回目のこちらの方で、うん、ストーリーからも始まったんだけども、あの風がね、うん、風、まあ、もちろん野外なんで、うん、風がすごくて、でしかも筒型になってるから、うんうん、その風をなんていうんだろうね、こう集める、はいはい、綺麗に受けるんだよね。なんかテントだったね、会場がね。だからパーってこう流れてきちゃうんだよね、うんうん、でそれも出る前にテープで止めるかとか、うん、車輪をなくすかとか、うん、本当にギリのギリまで対応しようと、変化を対応しようってことをやったんだけども、どうしても倒れてきちゃって、だからもうやったことのないそのアミットスクリーンを持ちながらのチャ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 って、なんかね、こうなんていうのかね、こう竜巻を起こすみたいな映像のところの中で、3人がこううねうねしながら上行ったり下行ったりする振り付けがあるんです、うん、序盤の方ね。そう、それをアミットスクリーンを持ちながら腰と肩で、肩とお尻でこう表現するその竜巻セクシーになっちゃったセクシーダンスやるつもりないんだけどいや、そんなつもりない、そんな人たちじゃない、そんな人ならないねんけど両方取ったけど、もう仕方がない、もうこれ一つでも動かしたらもうこのまま倒れてくるから、あれはもう本当あの時だけのストーリーまさかだったね。したい曲の乗り方は割と世界共通だったかもしれない。おお、同じように感じてるんだっていうのをすごくステージ上で思ったよね、うん、あ、この曲の時こういう気持ちで上がるんだ、一緒なんだって、なんかそこでも今日なんか共有できたっていうか、つながれた感じがして嬉しかったな、うん、あのセットリストは、うん、ほんとこちら仕様でしたね。今までに組んだことのない組み合わせで、いや実はあれ2週目はあそこに MC を入れたんだけど、うん、1週目は MC なしで行ったんですよ、うん、ほぼなし、もう最後まで一番最後にフラッシュっていう曲をやったんだけど、うん、その前に MC をほんの少し入れただけで、ただでも1週目にやった時に MC をやり終わった後の曲が、知ってる知らない関係なくもうめちゃくちゃ伝わってるっていうか、上がってる姿を見たの、うん、でこれだって思って、やっぱりコーチェラっていう自分たちにとってはもう程遠いフェスだと思ってたフェスだけど、出れるんだったらそこに気持ちや行動ライブをやっぱ寄せなきゃダメだなと思って、気持ち寄せてライブの中で MC をやらないっていう選択を取ったんだけど、でもやっぱり自分たちはこっちだって
思って2週目は MC を入れたんですよ、うん、間に、まあ、曲目も変えて、うん、そうするとねやっぱ2週目は結構いい感じで、ただでも曲目を変えたことによりまたハードになり攻めるねあの追い込むよねあの本当にステージが立ったことのないくらいの氷の上みたいなツルツルだったわけ。どうやったって踏ん張りが効かないね。やっぱ砂の関係で、砂と風の関係で、そうだね。そうしょうがなくって、うん。でもやっぱりその中でどうやったらかっこよく見えるかっていうことを1周目で自分たちは体験してるから、うんうん、それを生かして、よしじゃあ大きめに踊ろう。うん、もうあとは崩壊しても OK。ラストステージだっていうことで、まあ、やりきったんですけども。それがね、ちゃんとこうやってカメラを通して、うん、こっちにも伝わってたんですね、うん、よかった、嬉しい嬉しいね、本当に、うん、見てくれてありがとう、みんな。これがこのセットリストがいいと思ってくれるなら日本でもやるか。そうだね、そうですね、死んでまうよ死んでまうよ、日本でも死んでくださいよってまあね、私たちは日本のアーティストなので、うん、日本の人たちにまた喜んでもらえるようなライブをまたできるようにね、うん、頑張ります。さて、ここでパフュームロックスからお知らせです。はい、来週のパフュームロックスはスクールオブロック自体が休校になりますのでお休みとなります。ということで次回の研究は5月13日、うん、私たちもそれまでにはね、うん、ちょっと日本の感覚というか、あそうですね、あは、オッケー、取り戻しておこうかなと思います。オッケー、ということで富山校長、芦沢教頭、生徒の皆さん、 Perfume 日本に帰ってきましたよ。おかえりなさい、おかえりなさい、本当におかえりなさい。この今のね、パフューム研究員の3人の話を聞いていて、そしてまあこのフューチャーポップだったりとか、一瞬だけ流れたペッ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 フェイクイットだったりとか、はい、イフユーマナーとかのね、あの映像がね、この蘇るね、まあ画面越しだったけども、大丈夫ね、俺は YouTube、 うん、すごくね、あのやっぱストーリーの時もさ、その今笑いながらさ3人は話していたけども、はい、俺はあれ見た、まあ明らかにそのハプニングが起きてるのは分かったけど、うん、でも全く動じてないなと思って。そうだね、ってことはもう修羅場という修羅場をくぐり抜けている3人だからこそ、うん、はい、あの佇まいでいられるんだなっていうのがね、うん、いや震えたな、風に打ち勝った感じがしましたよね、すごい、うん、おかえりなさい本当に。で、見たい、このセットリストで。無理かな、見てえな、いつか頼みますわからのね、やっぱマジソンスクエアガーデン本当にあるんじゃねえかな。おお、だいぶ僕は思ってますよ、うん、いや、あると思うよ、俺も近い将来に、うん、ぜひ来週あのパフューム研究員、本当あのしっかりお休みいただいて、はい、また再来週よろしくお願いいたします。ありがとうパフューム。明日のこの時間はスクールオブロックの新ロスの大王アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス